どうも。高尾です。ありがとうございます。明日までです。わお、なんか雲がいっぱい。髪が乾燥するわ。クマタワーですか。ヘドウィグさん。掃除したから。お疲れ様、ありがとうございます。ヘドウィグさん、またはありがとう。日本語なんだろう。あ、なになに、なんか言ってる。なに、なんとか線に乗りましょう。やばい、どういう翻訳なんやろ。どういう翻訳なん、乗ってみた。ちょっと京浜東北線。あやね、どうしよう。アドレス、ノーアドレス。のアドレス。のアドレス。I don't know. I don't know. サイアンのバカ野郎。え、待って、日本人ですか。やばい、わかんない。ちょっと待って、どっちなの。
と読めないな。やばい、わかんない。やばい、ちょっと日本の方と予想、私の予想、ね、そういう感じか。分かってきたぞ、分かってきたぞ。高尾探偵分かってきた。悪口ダメだよって書いて、ヘドウィグさん、クマありがとう。ありがとうございます。外国の方のファン、あ、ね、そう、結構いらっしゃいます、結構いらっしゃる。悪口ダメだよ。話し声も、うん、お話し会もね、結構来てくださりますよ。すごいね、ちゃんと、なんだろう、日本語を勉強して覚えてきて、すごい気持ちを伝えてくれる。すごい、本当にもう嬉しい。ねえ、嬉しいですよ。すんごい覚えて。でもね、なんか全然まだまだ上手じゃないって言うから、いやいやいや、もう上手だよ。ねえ、すごいよね。
当よ、私よりもそうかもしれん。そうだよ。やばい、くしゃみ出そう。今日は私くしゃみやばいわ。今日めちゃくちゃくしゃみしたいんよ、もう何回も。でもなんかそう、めちゃくしゃみして鼻水めっちゃ、鼻水とか言ってるのとか出して掃除頑張ったんですよ、めちゃくちゃ。頑張ってたんですけど、そしたらそれをなんかメールに書いたら、なんか返信でね、なんだろう、なんかハウスダストとかなんじゃないとか、なんか自分は掃除するときマスクするっていう返信見てから、あ、マスクすればいいんかと思ってマスクしたら全然楽になった、めちゃくちゃ楽になった、よかった。でもマスクしとってもさ、くしゃみ出たんだけど、でも減った、よかった。これからマスクするや。うん、ハウスダスト、うん。でも結構人間ってそうなんだよね、人間ってハウスダストなんです。よいしょ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 、足がバキヤン。ね、見た、賢くなりました。人間はあれよハウスダストハウスダスト、あ、なんていうの、やばいよね、バキヤン、バキバキ、もう足がなん、ほこりでさ、くしゃみ出るじゃん、みんなでしょ、それは。アレルギー、そう、アレルギーの方、え、アレルギーみんな持ってるよね。みんなアレルギー、え、持ってないですか、別に。え、掃除してもくしゃみ出ないの、タコアレルギーはやばいでしょやばいやばいでしょ。あ、変わるの、どんな、あー、え、豚草豚草って聞いたらあれ思い出しちゃうんだけど、あ、そういうこと、そう、カメムシアレルギーとかもあるの。やばいわ。いろんなアレルギー、え、じゃあ別にあれ、え、掃除しても別にみんな
みんながみんなあれじゃないのかい、くしゃみ出たりとかせんの。あいこじカメムシ詳しかったなんで詳しいん面白いな。あ、レベルが違うだけね。あ、そうなんだ。じゃあ私結構あれかもしれん。結構すぐ掃除し始めてすぐくしゃみ出たもん。だけど私あれできんけん、ちりとりがかりできないから私。ちりとりがかりできないからね。え、そうだよ。だってちりとりしてたらもうくしゃみが止まらなくて、鼻がムズムズして仕方なくなるんや。でもあれ人によって違ったんだね。鼻炎か。え、兄弟がね鼻炎ですよ。兄弟が鼻炎だったらさ、やっぱりそういうちょっと関わりあるんかいな。わかる。私もちりとり、なんかちりとりの時はもう息を止めないと、うん、もうくしゃみが止まらん。私はねまだね鼻炎ではないんだよね。え、鼻炎つらそう、つらそう、めっちゃ。いつも毎日毎朝薬飲んだりとかしてた。でもね多分治ったっぽいんだよね。だけん多分治るんだよね。急に治ったりするんだろうね、急に発症したり。一年中鼻詰まってる。あ、そうなんだ。やだね。なんかね結構急に治ったりするんだよねそういうのって。私の目もさ急に治ったし、謎。あれや、なんだっけな。食療法？それかも。ずっと涙出てる。私と一緒や。でも私のやつは本当にあれはやばかったな。なんかね、ほんとちっちゃい頃からね、そう涙がね出てたんですよ。勝手にね涙出て そう、なんか発表会、小学校の時の発表会の時とかも勝手に涙が出ちゃうから、なんか恥ずかしいですけど、泣いてるみたいな風になっちゃって。
嫌だった。なんかあの人泣いてるって。私なんだろう、よくお母さんに怒られてたのが、私がすぐ手でゴシゴシするんですよ。だからなんかすごいバイ菌が入ったりとか、目が赤くなったりとかして、そうそうそう、だけどそれでめっちゃ怒られて、なんかハンカチとかでとかティッシュとかで拭くようにねしたんですよ。タコタワーさっきと同じ方かな。さっきと同じ方が、ありがとうございます。またヘドウィーグさん、ヤッホー、ヤッホーは絶対さ、あれだよね、あの日本のさ形しか使わんよね。何なの。ありがとうございます。どういうこと、ありがとうということなんですよ。いや全然眠くないです、今日いっぱい寝たので。そうそう、低気圧来るの？オンラインチェキ申し込みました、ありがとうございます。明日の22時59まで。低気圧すごいんだ、私ちょっとあれかも。今日ねまた外に出なかったんで、感じ取らんかったけど、そうなんだ。明日やばいかな。名古屋食うとき、名古屋、名古屋、まだ予定ないかも。東京はあるけどね、とか大阪はあるけど。雨降ったんだ、へー。
そうなんだ。そう、話し会で。寒かったんですか今日。え、待って、教えてほしい。昼は暑いけど夜は寒いですか。関東は寒いんか。ちょい冷え。長袖。なんかちょっとさ、服をさ、間違ったらさ、もうね、やばいから。やばくしゃべれそう。大丈夫だった。じゃあ関東は寒い、広島はちょい寒って感じか。そういう感じか。やば、大丈夫だわ。え、急にですけど、明日ちょっと重大発表してもいいですか？明日重大発表しまーす、配信で。イエーイ。いいお知らせですよ。何このコメントの方々何この方々。え、全然、いや全然、あの私が、言い方があれでしたっけ。配信、どうしようかな。そうね、この時間にしようかな。このぐらいの時間にしようか。でもどうやろうかね。どうやろうかね。
驚くと思う。ごめん違いますよ。面白い。よろしくお願いします。なんとなくね、なんとなく、なんとなくよ。タイミング悪い？え？え？あ、そうね。ファンの方にとってそうね、重大かな。まだ何も発表してないのに。ファン、そう、ファンの方にとって。やばーい。やばーい。皆さんすごいですね。一つ言っておくと、正解者はいません。一つ言っておくと、正解者がいなくてずっと笑ってました。大したことはあるよ。大したことはある。そうね、重大発表よ。もう一つ言うと、
もう一つヒントね。もう一つヒント言うと、特にあの家から配信します。全然事務所から配信とかじゃなくて、家から配信する、ね、これは結構ヒントなんだ。ヒントですね。でも結構重大です。よろしく。よろしく。よろしくお願いします。明日配信見れない。でもね、見れんくても後々わかるよ。やばい、何か言うたびにさ、みんなってことはみたいな。面白すぎる。皆さんって面白いですね。あ、でも全然ね、あれよ、怖くないよ、全然怖くない、ね、予想するのが大好き。怖くないよ。やばい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 、やばいやばい。やばいやばい。やばいよやばいよ。もうヒント、ヒントはないかな。ヒント欲しいですか？ヒント欲しいですか？ヒントね、多分これを発表したら時はみんなは「おー！」って反応しそう。おーって反応してるみんながなんか想像できる。そう、じゃない。あ、でも私がこれを発表する前は「で発表した後は「おー」
そうそうそう。ですよ。お楽しみに。そう、じゃないよ。おお。おーみたいな感じ。うん、明日も楽しみです。そうだよ。今日は言えないんですよ。さっき急に言われたので明日発表してくださいって。そうだよ。さっき。あ、そうね、プライベートではないですね。まあね、知っちゃっても明日の楽しみがなくなっちゃうので。うむうむ、そうだよ。そうそうそう、正解せん方が楽しみよ。あ、そうだね、メーテレさんの伊藤かりんさんとボードゲームですね。11月放送。そうなんですよ、ボードゲームね、私全然やったことなくて。どうなるんやろうって感じ。
楽しみにしてます。あ、そうなんだ、握手会通ってた。そう、将棋ね、将棋はもう絶対勝てん絶対勝てん CS 放送で。でもなんか聞いてみたら、そう、事前知識なくても大丈夫なボードゲームみたいなんで、まだね収録してないので楽しみにしてます。将棋はなんかすごいちっちゃい頃にしたことはあるよ。でも将棋ではないって言ってた。お兄やんがね、将棋好きなんですよ。結構強いんですよ。やけんなんか勝負してた。そして毎回負けてて。なんじゃこりゃみたいな毎回負け。強い強い。あ、オセロもやってたよ。オセロも毎回負けてて、なんじゃこりゃなんでこんな毎回負けるんかみたいな。なんか毎回お兄やんが端っこ取るんですよ絶対にオセロの端っこ絶対取るから、もう私は絶対に端っこを取ろうと思って、取られる前に思って私が取ったんですよ端っこ。よしこれで勝てると思ったら、いつの間にかその意味のない端っこ意味ない端っこをなんか取っちゃって、結局ただ1ポイントなだけで意味なかったわみたいなそう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 、なんじゃこりゃそう、先を読まんとね。そうなんよ、先を読む力が。まあでもただ年上だからさ年上だから、オセロしてみたい私ですか。あ、多分ね、勝てると思います。私に勝てると思います。あ、そう、私にね私がじゃなくて私に勝てると思います。プレッシャー、逆にプレッシャーを与えてる。その私に勝てると思うよって勝負する前に言って、ちょっとプレッシャーをかけるという。
新たなプレッシャーですね。楽しそう。確かに結構 STU の七並べっていうゲームでもちょっと心理戦ありますね。トランプをね、私が出すのがないから、出してほしいときは押すしかないやん、押して、パスしてほしいときはパスしかないやんって言ってる。パスしかないやん、パスしかないやん。でも自分も出すものがなくて、パスしかないときもパスしかないやん。でも全然、多分全然ね、聞いてない。しかないやんって言っても全然ね、パス、本当にパス しない、する方はやっぱりいないですよ。同じことしてる。面白い。ノウハイ。あー、はい、ノー、はい、あー、はい、はい、あー、はい、って意味よ。おー、はい、そう、多分一番最初の活動、このボイス収録だった気がする。よく分からずに言った。そう、
ハイって何ですか。最初の質問。今ならもうちょっとできそう。新しくするかな。なんかずっとあれだよね、本人登場の写真も最初のやつよね。そうそう、とりあえず読んでくださいみたいな。そうそうそう、最初の頃のやつだもんね。ふん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 、レア感はある。今日も湿布貼って寝るか。こんなヒップホップしてこんなに筋肉痛になるとは思わなかったよ。ってことはさ、普段その筋肉を使えてないってことですもんね。アイドルの役ってそんなにヒップホップ、まあ確かにあんまヒップホップ要素ない、ないじゃない。こうなんかステップとかは使うけど違うのかな。いつもと違う。でもこれからはヒップホップ要素を取り入れてダンスしようかなって思ってますよ。ヒップホップはなんかノリに乗ってる感じ。そう、ノリに乗ってる感じ。音楽ビートに合わせてノリノリって感じ。やば。そうね、なんかそうレッスンしたんですよ、ヒップホップの。5人でしたんですけど、そうね、4人は そうね、すごかったです。うむ、私はなんか伸びしろがあるって言われました。伸びしろがまだまだありますって。だからなるほど、その言葉で察した。いいこと。いいこと。
そういうことか。伸びしろないですねって。確かにそれはちょっと辛いね。でもきっと言わんと思うけどね、もし思っても番組では。言えん。限界が限界ですねみたいな。辛いなぁ。番組がそうね。やばい。いな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 いよないよ。うん、でもそう学びました。学びましたよ。チキンの申し込み明日までです。なんかさ、レッスン、ダンスレッスンっていうものを受けるのが、そうね、なんだろう、初期の頃基礎レッスンはしてたけど、それ以来かな。初期の頃はね、あったんだけどね。合宿はないですね。ボイトレはなんか個人的にって感じ。個人的にどうぞって感じ。そうね。ボイトレ行ったら結構声大きくなる気がする。そうね、自主練が主かな。ボイトレね。やっぱりでもあの PR 舞台でソロで曲歌を披露したのが結構大きかったかもしれん。こんな感じなんだみたいな。
そうね、歌えば歌うほどなんか上手くなりそう。伸びしろ伸びしろ。そうね、うん、1年後どうなってるかな。何してるかな。今日天使の日。あ、そうなんだ。今日は天使の日。全然天使みたいな画像とか載せてないわ。みんなありがとう。みんなありがとう。ありがとう。あはは。あはは。あははは。あはは。うふふ。
私そう冷房もう皆さんつけてないですか？あ、そうなの？つけとる派とつけてない派と。私昨日つけてると思ってたって寝たら今日見たらついてなくて、あれ？昨日ついてなかったのってなった。いつの間にか消しててでつけてなかった。びっくりした。そんなこともあるんだね。でもこの昨日つけてるイメージがあって、つけとるけんまだ過ごしやすいな。いつ消そうかなと思って今日見たら消えてた。昨日多分家出る前に消して帰ってきてつけ忘れてたのかな。今もつけてなくても全然普通に過ごしとるけん、いっかつけんで。窓開けてないんだよね。掃除中は暑かった掃除したら暑くなるよ。掃除中は窓開けた詳しく。でもなんか今日は急に孤独を感じたよね。謎に。秋だからかな皆さんもなんか急に孤独を感じる時ってありますか？ある？そうなんだ。あるある、秋だから。人知れず、まあ人知れずあるよね。
不安も感じてる。そっか。逆に慣れて、慣れるとかもあるもんね。ちょっと暗い話。そうなんですよ。そうなんだ、自分だけじゃないんだな。ね、そう、美味しいもの食べながらさ、なんかふと思ったんですよ。一人だって。一人でお好み焼き食べてるんで。急に気づいちゃったのよ。美味しいもの食べてるのにね、急に。よ、今までそんな一人で食べとってもさ、全然美味しいなーぐらいにしか思ってなかったのに、なんか急に今日思ったん。あれ？でも自分だけじゃないって知れたんで、まだ良かったです。今日一人、それが辛いね。一人で帰るって結構孤独だよね。多分帰ってで、帰ってからお楽しみがあったら全然孤独じゃないんだけどね。都会に行ったら孤独を感じる。あ、都会ね。誰もこう自分を気にしてない感じがね。そっかそっか。ああ確かに。ちょ、そういうことか。ふと感じるものですよね。いつもはそんな思わないんだけどね。いやでもそう、そう、気楽っていうのもすごいあるんですけどね。最近そう気楽ってことが分かって一人でなんかどっか行ったり食べたりするのも、確かにな。うん。一人旅行はまだ行ったことないな。
なんだろう、気使ったりしなくていいからね。まあ、そっか、ライブとかもそうだよね。そうね。そうやん、明日雲上さん卒業コンサートだ。行きたかったな。東京なんだよね、確か。ななみさんもなんか私と話したいって言ってくださってたですけど、卒業発表されててびっくりした。ナーミンさんねー、会えたらいいけどな。うん、会えるかな。なんか12月ぐらいまでではイベント参加するみたいなの見たけど、行ったらいいな。握手会バレんかな。バレん説あるかな。なんだろう、なんかメンバーっぽいとかはありそう。なんかメンバーっぽいな。でも誰だろう。そうよって声聞こえたらもうびっくりするそうよ。サーヤの呼ばれ方、いつものライブとかでの呼ばれ方、そうよ。なんか最後のライブの
感想とかも、じゃあ感想聞こうかな時に誰かがそうよん違うんよみたいな、私じゃないよ。そう、そうよ。面白い。その発音、それはもう昔から伝統的なやつ。そうよ、気づいたんよ。気づいた。おもろいね。日にち上って感じがする。コールいっぱい聞きたいな。公園あるよね。コールね、めっちゃ嬉しい。聞こえてくる。結構集中してても聞こえてくる。耳に入ってくる。ライブ中はね、結構ね、集中してますよ。そうだよ。だからちょっとそうね、笑ってしまう。入ってきたら、その集中してる時にサーヤンサーヤン聞こえてきた。うん、ニヤニヤしちゃうわ。そうね。映ってるカメラにニヤニヤしてますよ。8日、花ばたれのもの公園。いつぶりなんだろう私。6月4日7月
検索の仕方が分かんない。7月4日だ。チャート入りはあったけどね。3ヶ月ぶりだ。ね。最近ご用心全然披露できてないもん。久しぶりに切るわ。夏になった。秋の好きになったのか。ありがとう。緊張しちゃうかも。久しぶりで。会場もね、県民文化ホールか。ありがとう。文化ホールは生誕祭ぶりかな。もしかして How are you?How are you? Nice to meet you. I am Sayan. Hiroshima の公園。生誕祭とか来れたらね、いいですね。皆さん I love you。 わーお、どうもわお。どこやろうか。ああ、千秋楽以来、確かに。そっか。
ひひ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 。私は誰？誰なの？前回の生誕祭超えなかったかと思う。いらっしゃったもんな。Hello. My name is Sayan. I like sushi. Everyday thank you. そう、また最近さ、そうなんよね。英語のさ、アプリがさ、なんか言ってたんですよ。しちゃったかな。来なかったらあなたは負けですみたいなこともね言ってたんですよ。あ、昨日も来てる。努力なしには英語は身につかないよ。大事なことを教えてくれてる。これ面白いな。ね、気になる。このまま開かなければどんな言葉が来るのか。
てないわ。でもそろそろ開こうかな。そろそろ配信終わろうと。アイライク寿司。And sleep。よかった。うむ。I like サーヤン。Thank you。My name is Sayan. I like sushi and sleep. I'm sleepy. I don't know. Thank you. Thank you. Thank you.ナイスファン。グッド。グッドドリーム。トゥモロー、グッド、アフタヌーン。I want to you are
チモロー、グッドタイム。よし、では読みますね。マンモスビールさん、メロンガシーさん、カーベのヒッキーさん、おかちゃん、おそばさん、F 渋谷さん、コッペさん、みつるんさん、せいやんさん、ひさとさん、オーサムさん、ロックオンさん、リンさん、台湾のコウさん、フジポンさん、マイセンさん、カタムツリさん、犬ちゃん、釣りけんさん、マニャザエモンさん、ヒロトさん、キチネさん、リュウさん、ナルカリさん、ジンタさん、ホタテ様、ミッドナイトシュガーさん、メガバイトちゃん、イナッチさん、みかんやさん、タカノリさん、猫のおかずさん、キリーさん、たくやさん、ありがとう。明日は9時ぐらいに配信する予定。よくわかんないけど、どうなるかな。夕方ぐらいに決めます。でもそこらへん、9時か9時半かですね。9時か9時半。ありがとね。ではバイバーイ。ありがとう、ありがとうございます。バイバーイ。